んは、平成25年12月13日、週刊バラジャン金曜日です。今日は、企業創業地域間格差という、テーマでお送りしようかなというふうに思います。はい、ということで、いつも通りパッパと、はい、はい、ということで、山田太郎さんが電子書籍高いですからねって。高いんですか？いや、僕も高いイメージなんですよ。で、そっちの話になりますけど、今日はいいです。そのぐらいゆるくやりますんで、はい、だけど高いですからねの、その高いですは電子書籍自体のダウンロードが高いという意味なんですかね、それともこの iPad みたいなああいうものが高いという意味ですか、ね、そうじゃなくて本自体の値段だと思いますよ。だってその古本になるとやっと然安いじゃないですか。安いですね。50円とかで買いますもん、僕。買いますね。はい、ということで始めます。はい、実はですね、今12月ですよね。12月の1日だか2日だか、に、ある女性から、はい、突然電話をいただきまして、はい、で、まあ、ママネットの事務所に電話がかかったんですが、YouTube でですね、この週刊バラちゃん金曜日を見て、はい、ハマってですね、なんかかなりたくさん見ていただいたみたいで、実は起業したいんだけど、セミナーやってますかっていう問い合わせだったんです。で、今やってないんで、もしよかったら会いましょうかっていう話になって、はいはいはい、で1回だけ会いました。まだ、ここに連れてきたんだから、いつだっけ、あれいつでしたっけ、先週かな、先週ぐらいですよね、でしたか ね、ちょうど忙しく焙煎してたような気がする。で、まあ、実際に、まだ、お名前とかですね、詳しいことは言いませんが、はい、とりあえず、今名古屋に住んでて、名古屋近郊に住んでて、来年、平成26年、豊田市に引っ越すと、はあ、この引っ越すのを機にトヨタで、お茶カフェで起業したいというご相談があったんですね。はいはい、で、まあ、まだ1回しか会ってませんから、次会う、もうすぐ次に会うんですが、いろいろネットでトヨタで起業するにはどういうその、地域のですね、支援があるかというところで調べました。で、調べてみるとですね、なかなか面白い、これが。で、まず、調べたのがですね、よいしょ、愛知県、中小企業庁にどんな補助金があるか、支援助、企業でですね。で、調べてみると、第3回創業補助金、地域需要創造型等企業創業促進事業っていう事業名で、中小企業庁が窓口になってですね、補助金があると。で、3つの補助金があって、地域の需要や雇用を支える事業を起こす企業創業を、行うものと、これに関しては創業とか起業なんで、新規に立ち上げればいいんですが、3分の2の補助をしましょうと。で、補助の上限額が200万と。いうことは一応300万で、起業しようとすればですね、200万お金がいただけると。さらにですね、これは実は3つあってですね、すでに事業を営んでいる中小企業で、小規模で後継ぎがですね、そのお父さんの仕事を後継ぎが引き継いで新たな展開をしたいと、新規事業新規分野に踏み出したいという時に申請を出すと、これもこれは3分の2、で上限で500万ですから、1500万の事業費にか、あ、違うな、3分の2だから750万で何か新しい事業を起こしたいなっていう、その後継ぎは500万を貯金くれると。いいですね。でさらに、地域の、中小企業で、海外展開やりたいと、はいはい、例えばこの辺の、醤油屋さんとかですね、あるいは、みりん屋さんがですね、はいはい、ヨーロッパとかアメリカにちょっと進出したいと、今、クールジャパンで日本食ブームだから、
日本食の世界中にお店ができてるんで、そこへ例えばみりんとか醤油とかですね、そういうものを売り込みたいんだというような話になってくると、今度は上限700万ですから、1050万の予算に関して700万、くれると。で、基本的にやっぱり企業を創業しようとするときに資本金って結構重要じゃないですか、で例えば店舗借りる、それから人を雇用する、厨房とか、店を例えば、改装する、そういったときに250万しかないぞって言ったときに、250万は妥当じゃないですね、100万しかないぞと、100万じゃちょっと無理だなと思ったときに200万補助金くれると300万になるわけですよ。だから3倍にできる資本金、ありがたいですね。でこういうのは意外と使ってないんですよね。大体創業する人知らないですもん。いやそうですね。でさらにこの第3回って書いてるのがキーで、今年度もう3回目の公募なんです。しかもね、残念ながらこの事業は本年度で終わるそうです。あいらで来年は来年でまた新しいのが出てくると思うんですが、で今回の公募期間が平成25年の9月19日から平成25年の12月24日、まだあるんです公募期間。はい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 、はいはい、さらにですね、これには条件が一つついてて、国が認定する専門家などの、助言機関、認定支援機関、あるいは金融機関 と、と一緒に取り組んでいただきますと。で銀行、普通の銀行ってこと？ですね、これちゃんとね、中小企業庁にリストが上がってるんですよ、で、なんと、愛知県だけで、2807の、認定支援機関があるんです。銀行だけじゃないの？でそれは税理士、それから商工会議所商工会、さらに地方銀行や、信用金庫。じゃあどこでもいいってことやそんなで本来は企業創業するときにこういうとこ行くと、こういう補助金ありますよってどんどん言えばですね、どんどん借りられるんですけど、あんまり西市もちゃんと入ってましたよ、あの1回目2回目の時に。で実際に西新が動いて、この助成金を取ったところがあるっていうことです。あ、そうなの。はい。やるじゃん。ただもう一つ面白いのは、これお家臣に僕電話して聞いたんですけど、西新でないところがまたちょっと気になるんですが、全店舗がこの、認定支援機関になってるんで、要はトヨタでですね、認定支援機関としてお菓子が使えるかなと思って、お菓子本店にかけたんです。だからトヨタの支店も認定機関ですから大丈夫ですよと、いつでも紹介しますよっていう話ですから、多分西新も 全店舗がですね、認定支援機関になって、ね、だけどこの場合ってこの外回りの銀行員の方がそういう知識なかったらやれないじゃないですか。だからその外回りのそういう人がそういう知識を持ってるかどうかは分かりません。だけどそういう知識なしだったら結局例えばこの創業したいという人がこういう知識を持ってる場合はともかく普通持ってないですよ、これ。でね、これね、実は裏があるんですよ、はい、アベノミクスで安倍さん、自民党が復活したでしょ、でアベノミクスで第1、第2、第3の矢を打とうとしたわけで、でその時に銀行が貸ししびりすると、こう投資とかそういうのが起きない、中小企業まだ苦しいから、でこの時に要は地銀とかですね、信用金庫がどんどん地域に貸し出せると、中小企業、でそのネタとしてこれ実はあるんだと僕は思うんですよ。だから、100万しかありませんと、こういうお店出したいと、この資本金では君仕事として難しいよと、で本行った時にこういう3分の2の後押しがあるわけですから、そういうアドバイスを、じゃああれですよね、まあ、銀行もそうですけど、建築屋だとか、
と設計事務所だとか、うんうんうん、そういうとこなんかはこういう知識持ってないと本来いかんすね。あの営業に使えると思いますよ、うん、本当は ね, ねで、うん、例えば、これ構造が非常に面白くてですね、うん、銀行は、3分の1の100万の担保があれば、うん、100万貸し出せますよね、うんうんうん、でそうそうこれは認定されても、うん、300万使い切って領収書を300万来年、来年の3月までに出すと、うんうんうん、1年経って出すと、はいはい、こうすると300万が返ってくるから、うん、200万はいっぺん銀行に借りなきゃいけないわけです、うんうんそうですね、そうすると100万の担保プラス国の保証の200万で銀行は300万貸せるわけです、はいはいはいね、だから100万しか担保がなくても100万借り入れて銀行は国の認定で200万足して貸して、はい、でこの200万に関しては国の保証がついてるわけですから取りそびれはないわけです、はいはい、300万その借りた人あの支援を受けた人から後から回収できますから、うん、あ100万だけのリスクになるわけです、うんうん、でそうやって全国でこういうお金を動かしながらですねアベノミクスを要は中小企業の人たちの借り入れや、銀行の貸し出しを増やそうと、うんうんうん、多分そういう意図がかなりあるで今年度1年でとりあえず終わるということですね。山田太郎さんがお金を借りたら返さないといけないですからね、そのあたりも教えないといけない。もちろんそうですが、この200万に関しては正しく使い切ればいいんです、うん、はい特にね、そういう、まあ僕なんかはあのコーヒー屋を教えることが多いじゃないですか、はいはい、でコーヒー屋って最初が装置じゃないですか。そうですね、あの機械を管理、そうですね、つまり機械を買うっていう時にドンとお金がいるわけですよね、うんうん、そのドンというお金を補助金でこういうのを使うとね使えるとね、うんうんうん、そうするとまず領収書は明確にありますからね、はいはいはい、うん、だから それが返ってくるなんてすごい幸せですよね、うん、だから本当はね愛知県ってどうしても昔からその自己資本比率が高くて借り入れの少ない人たちが多いわけですよ、はい、そうするとこういう国の補助金というのは大体北海道沖縄がたくさん使ってですね、うん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 、あと地方が使うわけです、はいはい、で愛知県はねいろんな、文科省とか経済産業省中部経済産業局とか、うん、いろんなとこ行きましたけど、うん、いないあんまり来てないんですよ説明会やなんか、はいはいはい、これ北海道なんか行ったらもう立ち見ですからいかに愛知県が優秀かっていうことですね。そうですね、あと税金たくさん納めてますしね。あ、なるほど、うん、だけど、まあ、せっかくトヨタさんが稼いで税金を納めていただいてるんで、うん、トヨタ関連がね、はいはい、で中小企業が苦しくなったらやっぱり愛知県に引っ張ってこう、うん、地域全体をこう押し上げていく、はいはいはい、その原動力として中小企業が動くっていうのも一つの手かなというふうに思いますけどね。ただこれが一番問題なのは、はい、女性や若者等の地域での起業や、うん、後継者の新分野への挑戦を応援しますって一番最後実は上がってるんです、うん、だからなんか女性と若者を優遇するんですね。そうですそうです、はい、で残念ながらね男の人対象外なんですよ。あの僕もう一人実はご相談も名古屋の受けてるんですけど、うん、なんか探してって言われて分かりましたって、うん、最初これ見つけたんだけど、うん、この最初の女性や若者等の地域での企業創業、はいはいはい、あこれ無理だわと思いながら、うん、諦めた事例ですね。ただまあ基本的には認定支援機関、まあ銀行さんがその気になって担当者が動いてくれれば、うん、1ヶ月もあれば申請は出せるでしょう、うん、でかなり採択率は高いみたいです。それは、うん、直接市民誰かわからない市民国民がですね、うんうんうん、申請を出すのではなくて、うん、地域の信用金庫や、うん、そういうところがワンクッション入ってることが非常にこう、うん、認定しやすい、はいはい、で銀行は銀行でリスクを負いながら、うん、まあそれでも担保取りながらですね、うん、動くわけですから、うん、そういう意味では、うん、まあ利用申請を出せば通る確率がかなり高いのと、うん、プラスアルファ資本金を3倍にするっていうことが可能な補助金、うん、でこれがね、うん、例えば億単位じゃなくて、うん、この少額っていうのがいいんですよ。100万200万500万のラインっていうのがね、うんうんうん、
本当もうそういうのを知ってたら。でこれは残念ながら今年の24日で、どうも中小企業庁に電話かけて担当者に聞いたらですね、どうもこの予算は今年で終わるよと、うん、ただ来年は来年でまた何か組み込まれるだろうと、うん、だから毎年こういうものがあるんで、うん、こう本当に企業創業する人は、うん、まあ、こういうところもちょっと調査しとけば、ネットで調べればこんなもの出てきますから、うん、いいかなということですね。でさらに、はい、今度はトヨタの方を調べました。実際にそのこの女性はトヨタ市で企業を創業したいと、はい、うん、じゃあトヨタという町自体が、うん、どんな中小、その企業創業に補助を出しているかと、支援策を持っているかと、はい、で調べたらですね、中小企業団と事業費補助金っていうですね、うん、いっぺん中小企業団の方から多分予算をトヨタ市に引っ張って、うん、そいつを、まあ、3年ぐらい消化していくっていう、うん、仕組みの中で企業創業をやってるということですね。で、トヨタ市の、では、まず一つソーシャルビジネス支援事業っていうのを、やってます。でこれは補助率が2分の1です。上限500万、うん、公募がですね、平成25年度、うん、じゃないな、24年度は、うん、1月に公募をして2月の10日に締め切って、うん、で1年間かけて、要は消化する、はい、で、来年もあるのって聞いたら、うん、豊田市役所に電話かけてですね、うん、平成27年まで続くよと、予算があるからということなんで、毎年これはやるということですね。ただここで一つ問題になるのは、普通の企業創業ではなくてソーシャルビジネスっていう言葉がついていること。でこれはまた後で説明しますが、はい、もう一つはですね、経営革新、経営革新支援事業っていうのと、うん、業務転換支援事業っていうのと、うん、空き店舗活用支援事業っていう、この3つが、はいはい、あります。でそれぞれみんな違うんですが、うん、まあ、今回は、企業創業を僕は、はい、調べてたんで、はい、経営革新っていうのはさっきの、今までやってた事業をちょっと方向転換したり、新分野に乗り出そうみたいなやつね、うんうん、まあ、業態転換もそんな感じでしょう。それから空き店舗活用っていうのは、まさに空き店舗を活用して、はいはい、なんかお店出すぞっていった時に補助金がもらえると、はい、で基本的にはですね、これがまた一つネックなんですが、商店街との連携が必要って一言書いてありますけど、改装費250坪250万、坪1万円計算だと思いますね。で、上限が250万、一つもいくらの表記だったかな、ちょっとごめんなさい、この辺ちょっとあやふやで申し訳ない。さらに山太郎さん面白いこと書いてますね、はい、いかにも流行りの言葉を並べたという感じで、役所らしいですね。ソーシャルビジネスのことですか。そうですね、僕はもう何年も前からソーシャルビジネスでは言ってきたんですが、他の都道府県ではソーシャルビジネスとかコミュニティビジネスって早かったんですけど、愛知県はそのまあ、トヨタをはじめとする税収が非常に多かったんで、さらにその時に万博コップ展があってですね、市民活動にを、事業化したくてですね、どっちかというと NPO を立ち上げたんですね。でソーシャルビジネスとかコミュニティビジネスは、5、6年遅れてます、他の県に比べると。でただ市役所も財源がなくなってですね、うん、要は収益活動をやらない NPO にずっとお金を出し続けることはできなくなったんで、うんうん、自分で稼いで自分で公的なことを自分でやってくださいっていうのが、はい、このソーシャルビジネスですから、はい。で、このソーシャルビジネスじゃない、その後、うん、今回の女性の場合は空き店舗活用支援事業だろうと、うんうん、で家賃がですね、年間120万、補助で補助、さらにそれが3年限度って書いてありますから、3年間継続するらしいと。ちょっと待ってよ、それ120万だから月10万計算です。10万、家賃を10万ずつだから、これだけで実は360万あるんですね、3年間で継続する。家賃が
ほとんどタダみたいに商売できるじゃないですか、うん、いいじゃないですかそれ。でこれね締め切りが平成26年度、うんうんうん、1月、2月、3月、5月、7月、11月、要は年がら年中公募してるわけです。はいはい、年がら年中認定してくれるわけです。うん、これ美味しいですよ。うん、美味しいですよ。家賃ただみたいな。ただですね、美味しいですよって言っても、うんうん、豊田市で開業しなきゃダメですよ。ああ、ダメだ。とさらに、トヨタの住民であることが重要。あ、だけど、これトヨタがこうやってやってるじゃないですか。こうやって今、はい、バラさんがこうやって調べて、トヨタはこうやってやってるじゃないですか。はいはい、ということは、他の安城だとか、碧南だとか、西尾もこういうもんがあるっていうことじゃないんですか。一応それでですね、はい、中核都市である岡崎とですね、はい、我が西尾市をちょっと調べてみましたんで、はい、西尾だってそれは当然あるでしょう。ま、後でお話しますが、ね、で、岡崎ね、はい、SBCB コンソーシアム事業っていうのが動いてます。何ですかで、これが、ソーシャルビジネスコミュニティビジネスなんです。なるほど、はい、短くするとそういうことじゃないですか。でこれそのソーシャルビジネス自体が、うん、まあ一般的な用語じゃまだなくて、うんうんうん、ちょっと行政用語らしいなっていう話が、はい、SBCB になった時点でもう何が何だかわけわかんないですよ。僕 の, その週刊バラちゃんを聞いてる人は多分コミュニティビジネスとか、うんうん、ソーシャルビジネスっていうのはそこそこ聞いていただいてると思うんですが、簡単に説明しておきますと、コミュニティビジネスっていうのは地域が抱える課題を地域資源を生かしながらビジネス的な手法によって解決しようとする事業、はい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 、でほぼ同意語なんですね、ソーシャルビジネスっていうのは。はいはいはい、で、まあもうちょっと小難しく言うと、ソーシャルビジネスは社会性があること、要は、公益性があるっていうことですね。それから事業性がある、はい、要は、ビジネス的手法を持ってるかどうか、うん、で革新性がある、世の中を変えるような力がある、はい、でこれが3つの要件だと言われてます。でまあ、これは今回はそんなに、重要なテーマじゃないんですが、一応時間があるんで読んでおきましょうか、うんうん、まず社会性、社会的ミッション、社会的課題に飛び込むことを事業活動のミッションとすること、はい、これが目的でなきゃいけないよと。金儲けだけじゃなくって、はい、地域の課題を解決するということが目的になってなきゃいけないよと。それから、事業性、社会的事業体、社会的ミッションをビジネスの形、ビジネスの形に表して継続的に事業活動を進めていくこと、うん、要は事業費を稼ぎ出すということが重要だよと、うん、だから補助金に頼ったりじゃなくて、うんうん、地域のために動くんだけど、そこに収益性があって自立性と継続性を持ってなきゃダメだよっていう、うんうん、まあだけど普通に商売やるってことね。普通の商売で、そうです。さらにイノベーション、革新性があること、社会的事業を通して新しい社会的価値、価値を、実現し、これまでの社会経済システムを変革していくこと、まあこれに関しては地域の利益構造や社会構造を変えようとすれば、その摩擦が起きてですね、いろんなことが起きるよっていう説明も過去にしましたんで、実はこの革新性がこのソーシャルビジネスを一番邪魔するというところなんですが、行政が温度取るとですね、これ意外と行くんです。一番の、動かないところは行政ですから。要は革新が必要なのが行政で、変わりたくないのが行政ですから、それが自らこうソーシャルビジネスをやろうとすると、自らそれを変えていかないと変わらないってことですから、そういう意味では行政がやることは非常に意味あることではあるんですが、ただ現状ですね、これ実は5年前に動き始めた、平成23年にスタートしてるんです、この事業。SBCB コンソーシアム事業っていうのが。で、その時はですね、岡崎市が、これを始めるにあたって現状はどうかっていうと、地域課題解決に自ら事業に取り組む市民がいないと。これごめんなさい、消すべきところが残っちゃいました。さらにですね、事業で地域課題解決する手法がわからない市民が多いと、うんうん、
さらにですね、既存の事業者が独自の技術を持って事業として、地域貢献できる手法を模索している、うん、一つずつ説明した方がいいな。地域課題を地域課題解決にですね、自ら事業に取り組む市民がいないっていうのは、地域に課題があるとですね、行政や市会議員にあれせいこれせいこれがたらんって言い続ける市民が多くて、自らやろうとする市民がいないと。なんか、まあ、そういうことです。ダメみたいな言い回しですね。そんなことないよ。で、事業で地域課題解決する手法がわからない市民が多いと。要は、いや、やり方を知らないんだと、既存の事業者が独自の技術を持って事業として地域貢献できる手法を模索している。これは主にですね、地域企業や商業者の話なんですね、うんうん、で、要は収益性のある事業があるのに、それを地域貢献に使ってないぞと。全部上から目線なんですよ、この現状って。なんか、お上に怒られてるみたいですね。うん、それで、そのよく CSR、社会貢献、うん、企業の、言われるじゃないですか。うん、だけど、なんか、地域にせっかく大きな会社があってもですね、うん、東南アジアでマングローブ植えてみたり、うん、いや地域でやれよっていう話じゃないですか。うん、地域に工場を持ってるんですから。だけど、なんか やたらそういう、その、関係ないところにお金使うパターンが多かったんですね。で、やっぱりその辺はちょっと違うだろうと。それから、地域内に地域課題解決の事業化をサポートできる環境がないと。これ、ま、それは現状ですからね。2年前の現状、はいはいはい、だから作らないかんなっていう話なで、このコンソーシアム事業っていうのが立ち上がってるんです。で、これ一番問題なのは、本来は税金を納めてですね、我々は、うんうんうん、で、まあ教育とか福祉とか、うん、なかなか収益性につか、つか、つながらないもの、うんうんうん、あるいは、市役所には、基本計画があってですね、うん、産業労働部から何からあるわけですから、はいはいはい、おめえらがその税金使って解決できないことを全部投げるのかっていう話でもあるんです。 ある意味ね、市役所がやるっていうのは、はいはい、だからいいことではあるんですよ。イノベーションが起こしやすいし、うんうん、いいことではあるんですけど、自分のことを棚上げて全部市民に投げるのかっていう言い方もできる。あ、なるほど。はい、まあ岡崎はそうだとは言いませんが、はい、そういうふうにも取れるということですね。で、23、24はほぼ会議をやってですね、25年度、今年ですね、うんうん、モデル事業2件を廃出、モデル 事例の周知、次の担い手を把握する事業を今年やってたみたいです。うん、でさらに支援体制作りとして、岡崎モデルの改良、今、まあ、2年やって改良して、さらにこれを実施したと。うん、平成25年。偉いじゃん。で、前年度の見直しをやって、25年また取り組んだと。で、他の自治体との意見交換もやったと。すごいですね。で、周知啓蒙で成功モデル事業により事業の実感ができるように、うん、要はこんな風に市内で成功した事例ありますよ、だから皆さんやりましょうっていう、うん、状態にしようと。で、それを一般的に周知しようと、うん、やったのが今年度のようです。あ、じゃあもうすごい。だから成功事例が2つの事例はできてるんだろうけど、うん、新聞に載るような事例はできてないのかもね。その2つの事例ってわかりません。わかりません。で、本当は成功していれば、うん、こんなもんどんどん出せばいいんで、うちの CSB コンソーシアム事業でこんないい事業ができましたよって告知すればいいんで、うん、まあそれは来年度起きるのか、はい、これあくまでも、予定ですから、うん、実際に2件できたのかどうかも申し訳ないけど、まだ調べてません。ただ調べてもどうも批判することになりそうなんで、あんまり調べない方がいいかなって思ってます。危険ですね。さらにですね、26年の来年度ですが、うん、岡崎モデルの周知、次の担い手が生まれると、生まれるって言い切っちゃってますけど、はい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 、来年度生まれるんだと。で、さらにモデル事業を2件作るぞと。はいはい、で、これ計画ですからね。
で、支援体制としては岡崎モデルを完成させてですね、要は、この4県で岡崎モデルという、うん、コミュニティビジネス、ソーシャルビジネスの、うん、まあ、モデルケースを完成させると、はあ、で、支援の実施を行うと、はあ、この時点で予算がつくかもしれませんね、来年度は、はあ、具体的にその企業創業しようとする人に、はあ、さらに SBCB の拠点作りをやろうと、要は相談するところとかですね、あるいはどうかな、ものによっては、その安く、事務所を、テーブル1個年間、月1万円ぐらいでこう貸すとか、事務所代わりの、まあ、そういうものを作るとかっていうことが起きるのかもね。で、モデル事業により活動参加雰囲気が高まるって書いてますけど、ああ、これ予測なのか、こうするぞって言ってる話です。で、さらに、平成27年度、再来年ですね、うん、担い手が着実に増える構造ができていると生きてます。ああ、モデル事例5件排出するそうです。で、だんだん増えるわ、継続的な支援体制の確立をするそうです、うん、でこういうところで予算がついてくるわけですね、うん、要はで、サービスや商品の周期、要はあの企業創業した人のサービスや、うん、それから実際に商品を、宣伝活動をどうもやると、うん、だから2年後かな、それも、市民が、町に興味を持つようになると、うん、岡崎市民がね、素晴らしいし、ね、ので地域貢献の機運が高まるんだと、うん、これによってっていうのがこの岡崎、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス、コンソーシアム事業と、うん、これだけです。あ、で具体的に今年度使える事業があるとか、はいはいはい、ただこういう動きは着実にこう情報を得とくとですね、うんうん、モデル事業の一件として、うん、名指しになればですよ、あ、これ成功させなきゃいけないですから、この人、ね、寄ってたかって、うんうんうん、あらゆる支援が受けられる体制が、なんかキムさんが、企業創業ですか、簡単で難しいことだと思います。そうですね、はい、何年か前から空き店舗には塾ばかりがオープンしている気がします。はいはい、そうですか、東京の方はそうですかね。あのですね、さっき言い忘れた、うん、豊田市の、うん、一番の問題は、うん、申請段階で、うん、商工会議所発展会の後押しがなきゃダメなんですよ。で、要はですね、空き店舗を見つけて、うん、自分で、その不動産屋で、いくら借りるとか聞いて、うん、申請書書いて持ってっても、うん、それ商店街の会長さんのハンコはとかっていう話になるわけですよ、うん、だからまずさらに発展会に入れてって言わなきゃいけないんです。創業するから入れて、あ、でうちのメンバーっていう状態で初めてこの支援金受けれるんで、豊田市のやつは、あれですからね、発展会もあの人手不足なんで、そうやって入ってくれた方がいい。まあまあね、あの、うん、喜ばれるとは思いますよ、はいはい、あのどんどんシャッターが閉まっていく中で、うん、そのオラが商店街で店出してくれるかいっていう、あのしかも若者お姉ちゃんが来ればですね、それ喜んであのハンコをしてくれると思いますが、まあそんな中で多分ですね、風俗系とか、あるいは例えばタトゥーを彫るようなお店とか、こう商店街で後でうんっていうようなところがこう生まれないような仕組みとして、そういう発展会商店街で先に加盟して、その人たちの後押しで補助金を取り来いよという状況になってるみたいですね、トヨタの場合はね。だからあのこう何重にもセキュリティがちゃんとかかってるんですね、こういうのってね。で、いよいよ西尾市です。当然西尾市はね、いろいろあると思います、はい、ちゃんとホームページ見るとですね、はい、新規創業者支援制度っていうふうに書いてあります。さすがですね、西尾もやっぱありましたか。やるでしょ、はい、読むとですね、うん、新規創業事業者への支援、はい、愛知県融資制度の経済環境適用資金創業等支援資金を受けた中小企業者等に対して当該融資を受ける者が負担する信用保証料について一定の条件を満たす場合に補助金を出します。
要はですね、保証協会のハンコをして銀行から金借りたら金利分をはあ の, の一部を市が補填してあげるよ。支払い済み信用保証料額、信用保証額ですから、まあその要は 金利ですわ、うん、で、うん、の、100% って書いてありますけど20万が上限だよ、うん、なんかちょっと寂しいですね。それこれが西尾市の新規創業者支援、ね、制度です。ましてやだいたい20万ってままごとやるわけじゃないですからね僕ら。いやだからでもちょっとその金利分というか、ね、その例えば1000万2000万借りて、うん、まあ金利の一部をね市が補助してくれるわけですよ。まあだけど20万でしょ、上限がね、上限がで20万ですよね。20万ですで、いやただただですよ、はいはい、トヨタは別格です。ああトヨタっていう会社が税金を納めてますから、はい、あつまりトヨタがあんだけいろいろなもんが潤沢にあったのはトヨタだけであって、そうですそうです、あ本来は全国的に別格です。トヨタは西尾があのしょぼいんではなくトヨタがすごい、はい、で、ソーシャルビジネスコミュニティビジネスっていうような新たな企業創業の形を、愛知県でやってるとしてもまあ中核都市豊橋、豊田、あと岡崎、ぐらいでしょう。あと名古屋。で、他の市町村、これは西尾市とほぼ同等です。ありません。なんだ。それが現状なんです。だから僕は愛知県から調べ始めますし、国から調べ始めるわけです。そういうことか。で、今回はたまたま豊田で企業創業って言ったから、調べる気になって調べてみたらあるじゃないですかと思ったんですが、これね、新生児にトヨタ市民になってなきゃいけないんですよ。まだ引っ越してないわけですよ。じゃあ、まあ、トヨタに引っ越してから、起業した方がいいですね。でね、まあ、旦那さんの在所があるって言うから、あ、じゃあ、先に住民票だけ移せないって聞いたら、なかなかそれも難しそうなんで、まあ、実際に、1年間だけね、やらなくてもいいですから。これね、実はトヨタのやつは使い勝手がいいんですよ、うん、使いようによっては。ちょっと戻りますけどね、はい、ソーシャルビジネス支援事業っていうのは、うん、そのさっき言ったみたいに公益性をベースにですね、うんうん、収益性のある事業をやると、うんうん、で、確か農協がなんかが野菜を売る車も巡回させるっていうので、うん、初年度補助金が確か落ちてたと思うんですが、ああ要は店舗に限ってないわけですよ。でどっちかというとソフト事業ですね、うん、でこれを例えば1年目取ると、うん、で2年目、うん、実際に店舗をここで開業するぞって言った時にこっちで取ると、そうすると500万の2分の1でしょ、500万用意して、うん、1000万使って1年2年やって、うん、でその収益性もあるわけですから、うん、で資本金を増やしといてこっちやるっていう手もあるんです、うん、具体的に店舗決めてからね、あやりようによってはですよ、はい、でそれが認められるかどうかは分かりませんが、うん、一番問題なのはソーシャルビジネスっていうのはどういうものかっていうのを、うん、どういうふうにその申請書に書くかなんですよ、うんうん、で例えばねお茶カフェ、はいはい、でこれは、例えばですね僕がもう調べ始めてるのは、うん、じゃあ、トヨタにお茶は生産してるのかあるんですね、ちゃんと、うん、あったんですか、地域のお茶が、あったんですか、でさらに、三河っていうエリアで考えると、うんうん、もう西尾も含めてですね、天茶の生産日本一、はい、さらに品質もいい、うん、農林水産大臣なんかもほぼ取ってるようなのがですね、はいはいはい、この三河地方にいっぱいいて、はい、でも、実は、ペットボトルでお茶を買うようになったけど、うん、お店屋さんでは無料で出されてるから、うん、お茶屋さん自体の収益は減ってるんですね、うん、でこれを支援しましょうと、うん、
地域のお茶産業を活性化させるために有料のお茶カフェ作りましょう、うん、正しいでしょ、ソーシャルビジネスなんですよ、ね、でさらに、うん、さらにですよ、うん、オリンピック決まったと、うん、おもてなしでおもてなしするんだと、で、世界では日本食がブームになって、うん、しかも世界遺産に日本食がなったと、はい、なってね、このタイミングでですね、うん、トヨタの、うん、に来る外国人のお客様に対してお茶でおもてなししますよ、うん、正しいでしょ、まあ、正しいですね。さらにですね、トヨタ系に勤める、うん、例えば、海外の人々に日本の文化を理解してもらいましょう、はいはい、お茶を学んでもらいましょう、うん、それもいけるんですね。あ、いけますね。でこういうふうにお茶を提供するっていうのにちゃんと意味付けをつけながらやっていくとソーシャルビジネスなんです、うん、まああれですよね、そこら辺なんか強引にでもいけますよね。うん、それで、で、うん、意外とね、窓口も担当者もソーシャルビジネスをどう審査したらいいか分かんないんですよ。うんうんうん、じゃあなんかいけそうなっていう雰囲気を出せばなんとなく通りそうです。そうです、そうです。それでね、例えばソーシャルビジネスは最初何やるかというと、うんうん、お茶って野立てもあるじゃないですか。はいはい、あります。で豊田市は広いじゃないですか。はい、広いです。例えば今月は、稲部で野立て、はいはい、河原でね、うん、で、秋の紅葉の時は、うん、アスケの紅葉の下で野立て、うんうん、で外国人地域に住む、うん、外国籍の人たちを招きながら、うん、有料で茶会を年間通じてやりますよ、見事なソーシャルビジネスでしょ、うん、まあ確かに店舗いらないわけです、この時点で。ああ、そうですね。でそこで予算を使いながら公益性を示し、さらに収益性を作りながら資本金を増やして実際の店舗作りに入るっていうような設計はできないこともない。で非常に面白いのはですね、市役所に電話かけると、うん、事業の説明だけです。はいはい。で、要は、うん、こうすると取れますよは言ってくれないんですね。こう書いてください、ああ書いてください、ここが足りないからダメですよっていうのはありなんです。うん、ただ、こうすると取れますよっていうのはどこにあるかというと、うん、トヨタ信用金庫と、うん、トヨタ商工会議所なんです、支援する側は。ああ、なるほど。でですね、僕はトヨタ商工会議所にすぐ電話かけてですね、はいはい、まだ1回しか会ってない人のために、はい、で電話かけてですね、この事業を聞くとですね、ぜひで、銀行ともいりますよね、うん、ぜひトヨタ信用金庫さんにもお伺いしようと思ってたんです、連携してますから、うん、もういつでもこういう状態です。でそうやってですね、ある意味予算がついちゃうと消化しなきゃいけないのも行政の仕組みなんですね。これ何が何でも今年度中に消化しなきゃいけない予算も持っちゃってるわけです。なるほど。はい、さらに地域の商工会所、トヨタ信用金庫は、うん、自分とこが協力してこの事業で新しい商業者ができることが重要なんです、うんうんうん、もう徹底的に支援してくれます。でただね、これもね、西尾市にこういう予算があれば、うん、西尾市の商工会議所もですね、うん、西市も動くんですよ、うん、ガンガン、はいはい、ただそういう予算もなしにリスクだけ背負って自分でやるっていうのはなかなかできないなっていう話ですから、ね、だからこういう予算のあるところで、だからある意味、うん、岡崎で創業しようか別のとこでもいいなっていうのを人は、うん、トヨタで創業するのが手ですよ。あでさらにですね、トヨタ非常に広くなりましたんで、うんうん、アスケでも稲部でも、うん、さらに家賃が安かったり、うん、その一軒丸元月10万ぐらいで借りれますから、うんうんうん、だけどキムさんがペーパー会社でも、なんとか通りそうな感じですね。ただここでですね、やっぱりこういう予算って地域の信用金庫、うん、要は担当者が回ってこれる範囲、うん、あるいは商工会議所、うん、周りの店舗が全部商工会議所会員の中で動かなきゃいけないんで、うん、無茶なことできないですよ。あだからこう全国で西尾ってどこっていうところから手を挙げれば見に来れないですけど、うん、もう豊田市内ですから、う
はいはいはい、しかも商店街が後押ししなきゃダメですから、はい、はい、だからこういうね、のがあるということです。で、まあ、基本的には地域によってこれほど違うぞっていう話なんですけど、すいませんね、ちょっと画面がバタバタして、はい、とりあえずパワーポイントはこれで終わりなんですが、はい、はい、分かりました。一つの、まあ、ご相談をいただいて、また実際に資本金がいくらあるのか、うん、あるいは、ご本人だけなのか家族ぐるみでその話が言ってるのかわからない状態ではあるんですが、はい、僕はそここういうのを調べてですね、はい、で実際に資本金がいくらあるかわからないけども、資本金をまず1年目で、倍にしてですね、その後、店舗の改装費でさらにその資本金を、丸々突っ込んで、そいつをまた2倍にしてですね、でさらに、家賃をですね、月10万3年間継続に取るみたいなことは考えちゃうわけです。で実際に、それは取れなきゃ意味ないですから、例えば豊田市役所、商工会議所、もうどんどん電話かけてですね、聞くと。誰も怒りませんから、どんどん聞いてください。はい。なんもそんなことやったこともなかったですね。ただですね、西尾でやっても多分ダメですよ。この状態ですからね。ああ、確かに。だから、東洋タワーすごく条件いいですよ。そういう意味で言えば、こんな予算持ってるんですね。さんがせっかくですので、コーヒー店、喫茶店と関連して話を、別なお茶も、まあ、喫茶店なんで、お茶がついてるんでね、話は合ってるんじゃないかと。はい、例えばですね、身体障害者が経営するカフェとかですね、どっちかというとソーシャルビジネス系の喫茶店っていうと、うん、なんかそういうのはありますね。で、なかなかそのたくさん類似の、コーヒー店がある中で、うん、なんかもう一つこう公益性を生み出さないと、はい、うん、そのソーシャルビジネスというふうにこう審査でこう見てもらえるかどうかっていうのはあれですね。で、例えば、今はもうだいぶありますけど、うん、ペットが入れる、ペットと共に入れる喫茶店とか、ありますね。みんな本当は入れないけど、まあその当時、そのペットと共に入りたいと、あるいは猫好きで、アパートで猫が飼えないんだけど、今だと猫カフェがあったりするじゃないですか。ああいうのをない時期に言うとソーシャルビジネスとしてスタートできる可能性があったと。そうすると新たなその喫茶店がね、地域にどういう貢献ができるかっていう新たな案が出てくれば、それは普通の喫茶店なんだけど、もう一つ一つ公益性を持って展開すれば、それはそれでありだと思いますね。なんかさすがキムさん、ネット時代、地域商店会を超えた商売を考えないと生き残らないと思います。そうですね。ああ、いいですね。英語が話せるコーヒー店。あ、いいですね。あ、このね、女性がですね、専門学校出た後、専門学校っていうのは旅行の専門学校なんですが、海外の旅行の、ついていく人なんていうんだっけ、旅行について、添乗員さん、しかも海外で英語喋れるんですよ。でさらにご結婚しててアメリカに3年いてたんですよ。ご夫婦で英語ペラペラ。で英語の講師もやってたんですよ。いけるいける。で、この人なら全然この授業はできるなと。ただ残念ながらね、トヨタは、20% ぐらいのホワイトカラーと、80% 近いブルーカラーなんですね。英語圏じゃない人たちが実は多いんですよ、トヨタって。外国人席の場合ね。あ、外国人だね。はい、ポルトガル語とですね、はいはい、中国語とか、まあ、アジアの人はよっぽど英語喋れますけど、うん、でも、ブルーカラーで来る中国人の人たちは英語喋れないですね。うん、まあ、かえって中国以外の方が、英語圏、英語を喋る文化を持ってますから、はい、中川先生は英語は問題ない、オフコースですね。
非常に僕はお茶カフェはぜひまあもともとその天茶の生産が一番の西尾でですね、うん、生産者ともお付き合いがあるもんですから別に僕はお茶を仕入れてるわけじゃないんですが、うん、あるんでその韓国中国仕事に行った帰りによく韓国寄ってたんですね、うん、で韓国行くとあの茶館っていうのがあってですね、うんうんうん、で日本茶紅茶中国茶全部有料で、うんうんうん、でどっちかというと古民家を利用して中クラシック流れてて、うん、でちょっと薄暗くてですね、うん、でみんな静かに本読んでる音楽聴いてるみたいな、しかも古民家っていうその茶館っていうのがあって、そこでは日本茶有料なんですね、はいはい、であのスタイルぜひ日本でやりたい、うん、だ誰かやらないかな、うん、誰か日本茶をちゃんと有料で売るようなとこやらないかなっていうふうに思ってて、で実はお茶屋さんもですね、うん、例えばアイアさんみたいにアメリカヨーロッパこう行けるところもありますけど、うん、その普通にお茶っ葉を売る、うん、要はお茶っ葉を売るところも家庭での消費が減ってるんで売り上げ下がってるはずなんですよ、うんうんうん、そうするともうね有料でお茶カフェを各そのメーカーさんが展開始めてもいい時期なんですよ。そういう意味で言えばこのお茶カフェの企画をきちっと立ち上げて、例えばまあ、西尾市の問屋さんに行けるかどうか分かりませんが、うん、僕の知り合いの、トヨタの豊橋のですね、うん、お茶屋さんなんかには、うん、お宅の商品を実際にその売る、うん、一杯いくらで売る、うん、そのお茶カフェを連携して作りませんかという話の持ちかけだってありだろうと、うん、いうふうに思ってますけどね、うんうん、まあいろいろやれそうですよね、それ自体は。そうですね、実は何だっけ、西尾に今度初めてできるあのスタバもですね、スタバがアメリカで お茶カフェ始めたんです。マジっすか本当スタバがアメリカで、ニューヨークだったかな、お茶を有料で売る、で今アメリカニューヨークやなんかお茶ブームなんですよ、日本食とともに。ああそうっすか。だから抹茶のなんだっけ牛乳の入ったコーヒーとみたいなのなんだっけ抹茶ラテとか ああいうの だと思いますが、お茶系のそういうものってもう実は海外でスタートしてるんですね、はいはいはい、それから非常に悔しいんですけど、うん、免疫のそばにですね、うん、名古屋には数軒あるんですけどお茶カフェって、うんうんうん、三重からどうも国の予算もらって、うん、でそういうお茶カフェの展開をしてるお茶屋さんがあるんです、うんうん、これが名古屋に出店してるんですよ。これはもうダメでしょ西尾とかこの三河が動かなきゃ、それ三重の会社にやられてたんじゃん名古屋駅のすぐそばで、うんうん、というのも含めてね、その、うんある意味普通のお茶屋さんがそのこの新たな展開で補助金取りながら、うん、お茶カフェ展開始めるとか、うん、その自己資金だけでは大変なんで、こういうその例えば次の2代目で親父がお茶の問屋さんをやってたんだけど継がないかんと、このままじゃそのお茶の家庭での消費は下がり続けてる中でどうすべえかって言った時にですね、例えばこういう補助金を取りながら、もっと大きな補助金がありますんで、その新たな展開として、うちのなんとか園がですね、全国展開で、お茶カフェをやるというのだってありだと思います、ね、なるほどね。でこれはですね、うまくいくとアジア、ヨーロッパに展開可能なわけですから、なるほどね、そのままお茶を輸入する、輸出するだけではなくて、自分で小売りしながら店舗を作っていくっていうことだって可能。なるほど。ということになります。まずはあれですね、そのトヨタの方がね、お茶カフェができるという、ね。そうですね。まあ具体的に今からまだまあ本当に企業創業の道が見えたりですね、うん、何らかの補助金取った時点でここには出しますけど、なるほどまだまだ僕のところにご相談を来て、うん、こうやって支援をしたり、調査を始めてですね、実際に形になるのは10名に1人です。
ほとんど無駄仕事なんです僕にとっては。で無駄仕事だから、うん、無駄な状態の中で、うん、もうやっぱりできませんよ榊原さんって言ってる時に、うん、お金もら払ってるとね、うんうんうん、ダメだと思ってるのにお金払っちゃったから続けなきゃいけないでこっちまで引きずり込まれて失敗一緒に失敗するの嫌じゃないですか、うん、なのでそういう意味ではお金なしでこういう調査を始めるんですけど、うんうん、で具体的に今のあなたの持ってる、資格、うん、あるいは、そのビジョン、うん、事業の基本的な考え方みたいなので、うん、無理だなと思った時に、うん、無理ですよって言ってあげれるようにですね、はいはい、徹底的に調査すると。でもうこんだけしかお金ないから無理ですだっていやこういう補助金使えるよ、うんうんうん、具体的にどの店舗、うん、だからもう、今年中に岡崎に、うん、トヨタに行ってですね、うん、空き店舗を見に行くんです。あすごいな。で実際にここに出したい、うん、現実的に、うん、そうすると借りるのにいくらかかる、うん、改装費にどのぐらいかかる、はいはい、うん、これがなきゃ申請書書けないんですよ実際には。あなるほど。例えば500万の2分の1、うん、あ、2分の1で上限500万ということは1000万でしょ、うん、1000万でどういう予算がいるかって予算書を書かなきゃいけない、うん、でこれが1000万になってて初めて500万の補助金が来るわけです、はい、うん、ということはこれ書けないと、うん、ここをね、はいはい、申請書を出せないわけです。あなるほどね。でやっぱりね企業創業っていうのは夢のまんましとっちゃダメなんですよ。現実にするためには非常にシビアにリアリティのある調査とか体験をしながら豊田市の、ここに店出したいと、ここに出すにはいくらかかるんだと、その数字の積み上げがあって足りない分は補助金取ればいいし、そのためにはいくらでも努力しますから、うん、っていうことをやっぱり本当はね企業創業の支援ってのはそういうことなんです、うん、行政がやらなきゃいけないのは、うん、これソーシャルビジネスやコミュニティビジネスって言った時点で難しいのでそれやろうとするから、うん、それもできてないのに、うんうんうん、それは難しいですね。西尾の古民家を利用して日本の、美とお茶、コーヒーを融合したおもてなしいいですね。問題は市役所がハイカラな市役所が、ね、そういうのを考えるかあのですね、これは西尾に来ていただいたこの女性の方初めて会った時にご説明したんですが、うん、僕も過去にお茶のイベントを何遍か仕掛けようと思って、うん、いろいろこう聞いたりですね、うん、動こうとしたりしたんですが一回もやってません、うんうん、っていうのは例えば小学校中学校高校の茶道部を動かそうとするじゃないですか、うんうんうん、でここにはお茶の先生がついてます、はあ、お茶の先生にはお茶屋さんがついてるんです。はいはいはい、バックにね、はい、はいはい、ほんでこの先生引っ張るとこのお茶使えないわけです。ああ、最初からね、分かるでしょ、はいはい、でこの先生お茶屋さんがついてくるとこっちのお茶屋さんは参加してくれないわけです。はあ、はあ、というふうにですね、非常にこの地域でお茶を扱うっていうのは難しい話なんです、うん、茶業組合全体がその、はいはい、動く時はいいんですよ、はいはいはい、それはそっちの温度ですからみんなお付き合いで動けるんですけど、こんなこんなのがですねどっか動かしてこっちも動かしてなんていうとあいつが出るなら俺は嫌だとかですねこの先生来るならこのお茶じゃないとダメですよとかですね、まあそういういやいやそれは日本のある意味いいとこでもあるんでしょ、うん、全部が成立するようにできてるんです、うん、なるほど。こうお互いに犯さない、うん、そのね、はいはいはい、で、うん、その食い合わない、うん、ある意味共存の形なんです、うん、共存共栄をするために、はいはいはい、でそれで天茶の生産一番なんですから、はいはい、そういう意味で言えば、うん、それはその長い歴史の中で作り上げた共栄共存のシステムなんです、うんうん、ある意味ね。ただそういうことを知らないで動くとひどい目に遭いますから、はい、別段僕は人脈で何とかできませんかできません。これはトヨタの人なんですか。トヨタがおもてなしで理由、キムさんって前に、あ、ここでお会いした、はいはいはい、なんかキムさんずっと書いてくれてるね、はいはい、書いてますよ、はい、
おもてなしで利用できそうな店と、てあ豊田市がね、あのそれは当然狙ってます。あの、うん、要はトヨタの、うん、企業にですね、うん、海外からそのお見えになると、うん、まずはこのお店でお茶でおもてなし、うん、で基本的に日本人はその夜のお付き合いが多いじゃないですか、うん、だけど、普通はそのビジネスランチなんですよ、うん、あるいはそのコーヒー飲みながらとか、うん、そのお酒をはまるっきりオフの日で家族で会いましょうみたいな状態になるんで、海外の人にそのまず日本をおもてなしするときにこういうお店を持つっていうのは、で非常に面白いのはですね、実はトヨタ電装愛心っていうのは接待用の料亭みたいなものまでちゃんと持ってるんですよ。あのなぜか資本が入って、なんでこんな時にこんなところにあの日本のその西尾のね、電装の西尾工場の近くに、だ20年ぐらい前かな、ちゃんと畑の真ん中にこう高級そうな日本料理屋ができたわけですよ。どうなってんのと思ってよく聞くと、どうもトヨタ資本が入って、トヨタのお客様に接待するために地域にそういうお店がないから自ら作っちまいっていう、さすがだね、さすがだ。だからそれは全部そうだとは言いませんけども、企業っていうのはそうやって動くもので、ホテルがなきゃホテルも建てるし、その資本入れてね、あるいは買収して、でそういう意味ではそういう人たちが使い勝手のようにお店になっていくっていうのはとっても重要ですね。まあトヨタ市役所なんてトヨタの総務みたいなもんですから、あの基本的にあのトヨタで仕事をやるっていうのはそういうことだと思いますよ。西尾の場合どうなんですかね。西尾か、西尾はどうなんでしょうね。西尾はやっぱり市役所のが偉いんですかね。やっぱどういうこと、誰よりも。なんとトヨタの場合はやっぱこの市役所よりもトヨタの方が偉いっぽいじゃないですか、今の話からすると。トヨタの総務っていう言い方からすると、いやそれはだってこんな大きなこと言っていいのかな、市会議員トップ当選は伝送系でしょ。ああそうですね。あだったらでとりあえず市会議員の選挙に出るときには、うん、伝送愛心の、に挨拶回り行くでしょ、当たり前に。ああそうですね。あじゃあそれこそ市長になったら最初に挨拶行くのが伝送愛心じゃないの。ああじゃあ伝送がそうです、ね、あるいは農協漁協、農協漁協は選挙の時には聞きますから。ああそうですか。で人数います、ね、伝送愛心だって従業労組豪華者聞きますから、確かに政治家っていうのはそういうもんですよ。そう当選させてもらってありがとうございましたって言いながら回るんですから。なるほどね、はい、それは悪口じゃないんですよ。これも日本文化が長年作り出した構造ですから。はい、わかりました。はい、じゃあ時間も時間ですね。そうですね、はい、まとめかなんか、まとめか難しいな、だからといってトヨタでなければ創業企業できないっていうわけじゃありません、うん、僕は北海道で補助金取らずにですね、いくつも企業創業させてますし、実際に名古屋で店舗も持たず、事務所も持たず、パソコン1個で、さらに仕入れもせず、もう直送注文取ったら直送、伝票だけ通るとお金がジャリンと落ちる構造で起業させたりですね、金もないのに店舗なんか持てないでしょ、じゃあこういう方法でやりましょうと、実際に仕入れをすれば、その生物なら腐るでしょうと、それ冷凍庫冷蔵庫がいるでしょうと、だったらもう直送ですねと、で売り込み行って、とりあえず契約もらって直送でどんどん送り込みなさいで、ちゃんと事業はできるんですよ。だから資本のかけ方は様々だし、必ずしも店舗を持たなきゃいけないというわけでもない、やりようはいくらでもあるんで、もし企業創業する気がある方はご相談をしていただければ。はい、じゃあそういうことで何日間か考えます。はい、じゃあそういうことでお疲れ様でした。お疲れ様でした。